の中の景色は盛り上がっております。この城ではこの国の姫様の結婚相手を決めるための催し物が行われており、ここで優勝すると思いつかない、この中からで新しい人に金が与えられるというお話になっております。ちなみに私はこの国の国王を務めます。そしてやってきております、こちら東国自慢の姫アン王女、漁師さんでズルを明晰、運動神経抜群ということはありませんね。大変優しく国民みんなに伝わる姫様です。ヘルといいます、姫様。それでは数多くの中から選び抜かれました王子候補を紹介していきましょう。バッティングの成績でここまで来ました。拍手。そのスピードが自慢です、小さなジェニー。もう一人いるんですが、はい、ただ大きいだけのもんでした。今日この3頭で頑張りましょう。当たり前です、一番王子にふさわしいか。今からいろんなことをやって決めるからな、はい、今回君も一緒にやる、君に呼んでるようにしっかり頑張ってな。まずはみんな体力から見てみよう。今日このプールの端から端を誰が一番早く泳げるか競争するぞ。はい、いいか。それでは乾杯の集合だ。さあ、それでは全員たちはまずは共演という形になりまして、あちらのゴール目指してみんなそれぞれしっかりと頑張ってもらいましょう。それではここでコースと選手の発表いきます。まずは第一のコース、大きなボン、はい、第二のコース、パワラナジェニー、第三のコース、細身のハク、そして第四のコースはアン王女です。さあ、畳の位置についていきますよ。なんで棒は横向いてるのに正面向きなさい。行くぞ、よーい、スタート。さあ、一斉にスタート。1位を行くのはなんと青の王者、2位がジェニー、3位がハックです。ジェニーがここでハックを逆転して1位でゴール。そしてハックが2位、3位が青の王者、そしてやっぱり最後がボン。さあ、でもしっかりボンのボン、最後まで諦めないで頑張ります。飛ばして、よっこい、ちょっと、はい、頑張りました。名前が選考ライトできました。おー、また最後じゃないか。おい、ボン、ちょっとお前遅すぎだよ、もうちょっと気合入れて頑張れよ。しゃあ、やつだな。今度はみんな勇気を止めそう。ここに高い飛び込みだった、これを使って頑張るぞ。運動神経抜群、高速自慢の姫の日本がよく見るように、それ俺が行こう、それもうなかなかやるじゃないか。ぜひおい、ぜひこちらこっち、姫バカなことやったりして、真面目にやってくれ。行くよか、まあ、小さいからな。いいよ、行くぞ、それ怖い。あっと言われてきてどうする、自信あるってごまかすな。俺ばっかりだ、君はもういいよ。行くよ、滑って。ちょっと待って、おい、向こうで何か物音がする。ここは警備隊がいることでも有名だ。ちょっと一旦待って、様子を見ることにしよう。ああ、ハク、警備隊がやってきたよ、本当に。しかし、この警備隊何にもしないでいただろう。さあ、ということで頑張ってくれたのは何をやってるんですか。はい、頑張ってくれたのはブンボルトペンギンという種類のペンギンさんたちでした。ハック、警備は思ってた以上に厳重だ。よし、じゃあ早速忍び込むけど、まだまだ油断はするな。どこに誰が潜んでるかわからないからな、気をつけて。いくよ。
ね、ケズは。カリアも形もなくなってしまったじゃないですか。ね。さあ、それではここで本日は特別ゲストをお迎えすることにいたしましょう。ハックを追いかけるゲーム役で登場しました。こちら、北澤新という種類です。今日頑張ったのは女の子のラブちゃんです。皆さんどうぞよろしく。はい、どうもありがとうございます。ラブちゃん、現在体重が10キロあります。動くだけでも大変いいよいしょ。なんだよ。またいつもの悪い病気が始まったからもう。じゃあ、本当は。あんまり返したくないんだけど、ハックがそこまで言うなら、あのハックの一番の得意方が今日来てくださったお客様に行けたらまたご覧いただきたいと思いますが、たった2秒です。お見逃しのないように顔にご注目ください。はい、笑って。はい。これ私もこと毎日やってて、あの多くのお客様が受けた痛みを見つけたものが当国の王子になるということだったので、王子はもちろんハックで決定でよろしいでしょうか。じゃあそれでは今回お姫様のために一生懸命頑張りましたハック、今日はそのハックにお姫様から素敵なプレゼントがあるそうです。ハック、今日は私のために頑張ってくれて本当にありがとう。愛してるわ。チュやっと追いついたぞ。今度こそは逃がさんからな。あの声はまたもやラブ警部だ。ハク、まずい、捕まる前に逃げるぞ。じゃあ逃げる前にお客様にご挨拶しておこうか。本日は鴨川シーワールドお越しいただきまして誠にありがとうございます。会場ハク、新しい組を盗みに来たのですが、本当に盗んだのはどうやらお姫様のハートだったようです。今度はあなたの大切なものを盗みに行くかもしれません。ハックからの予告状。さあ、そして最後ハックの笑顔でお別れ。はい、笑って。さあ、ということで会場ハック、宝探しの撮影ご覧いただきました。明日、係員一同、またお客様がお越しくださる日を楽しみに待っております。本日はご覧